そば飯の参考画像そば飯は、そば焼きを細かく刻み、米飯と共に、鉄板で炒めた料理。兵庫県神戸市発祥の B 級グルメである。神戸の下町である、長田区のお好み焼き店で、近隣の町工場で働く工員が、弁当の冷やご飯をそばと一緒に炒めてくれと頼んだ、ことが、始まりと言われている。持ち込みの白飯で焼き飯を作るというサービスは、 従前から行われていたため、それが、そば焼きと一体化して誕生したメニューである。北海道深川市の深川そば飯とは別物である。基本的な作り方はそば焼きや焼き飯と同様である。熱した鉄板状で肉やキャベツを炒めた後、茹で中華麺と冷やご飯を入れさらに炒める。麺が細かくなるよう切り刻みながら混ぜ合わせ。 トンカツソースやウスターソースなどで調味する。青のり粉や魚粉、泥ソースなどは各自が好みでかける。昭和30年代以前から一部地域の限られた店では提供されていたが、冷やご飯を持ち込む常連客限定の裏メニューであり、一般にはほとんど知られていなかった。蕎麦飯という名称で最初に正式にメニューに載せたのは、新長田の青森という店で、 1985年頃のことである。その後大手食品メーカーから冷凍食品が発売されたことで全国的に有名になった。日露が1990年8月に大阪周辺地域で限定発売したが好評だったため2000年3月に全国で発売。テレビ番組で紹介されて生産が追いつかず。 二度にわたって一時販売を休止したほどの人気であった。現在は家庭用にとどまらず業務用の冷凍食品もある。また、真空パックの中華麺と粉末ソースをセットしたそば飯の素も販売されている。ありがとうございます。